こんにちは、クイックアートのえりです。今回は、木材用パウダープリントシートを紹介したいと思います。こちら木材やコルクにプリンターで印刷したものがアイロンで転写できるっていう商品です。パウダープリントシートにはもともとこういうものがありました。こちらは生地に転写するシートです。今までとの違いなんですけども、こちらの方は全色顔料インクジェットプリンター専用と書かれています。家庭用のインクジェットプリンターには染料インクと顔料インクという種類があって、全色顔料インクを搭載しているプリンターでお使いいただきたいっていうものがこちらでした。新しく出たこちらの木材用の方ですと、これはインクジェットプリンター用ってなってますので、染料インクでもお使いいただけます。もちろん顔料インクでもお使いいただけます。これまでちょっといろいろサンプルを作ったので、素敵なサンプルを紹介します。まずこちら、クイックアートのロゴを看板風にしてみました。プリントをしてからこういうムーブメントですねをつけて時計を作ってみたり、こっちも時計ですね、ちっちゃい、もともとまな板だったんですね。ブロック、こんなちっちゃいかわいいこうアルファベットのブロックを作ってみたり、こういう高さがあるものにもアイロンさえかけられればいけますので、もともとこういうできているものにこう柄入れっていうのも簡単にできま す, でです、ね、これは、貯金箱ですね。貯金箱ができる木の、キットがあったので、これもプリントしてから組み立てました。でこんなにね細かい柄だとか、ちょっとイラストのテイストがバラバラで、すみません、マスですね。これグラデーションっていうのも綺麗に表現できます。コルクですね。こういう地の色がですね少し、濃いので、デザインもちょっと濃いめのものにするといいかなっていう感じですね。これコースターですね。同じコースターでこういうセラミックのものにもやってみました。こういうシンプルな綺麗に字が書けなくてもこうプリントをしてしまえばこうやって綺麗にできますね。メニュー表ですね。これもちょっと慣れてくるとこういう大きいね A4 サイズでこういうものも作れると思います。居酒屋のメニューとかね、すごく細かいこの絵こういう風なかすれてる感じのね、凹凸ですね。もともとは無地だったんですね。はい、こういうちょっと淡い色っていうのも綺麗にできます。はい、すごく綺麗です。一番ですねこう反響が大きいのがこのパズルこれ6面にプリントをしています。それぞれ柄が入っていてこのようになってます。染料インクでする場合には水に濡れると滲んでしまいます。例えばちょっとこれ水に濡れちゃったんですけど、こういう風に、ぼんやりこうインクが染み出してしまいます。ですので、おすすめはこういうラッカースプレーを最後に仕上げに吹きかけていただくと保護できますので、例えばこれはラッカースプレーをしたものなんですね。外で看板にするとかいう時にはこういうのがあるといいかなと思います。作り方を見ていきます。はい、こちらの中身は A4 サイズ3枚のシートとホットメルトパウダーという粉もセットになっています。作ってみようと思うのがこのクリスマスツリーですね。まだ模様が入っていない無地のツリーですね。 WPD シートというシートに印刷をする前にちょっとサイズ感を確かめるためにも、普通紙に例えばこういう風に印刷をして転写したいその木材やコルクに合わせてみてサイズ感をチェックするのがいいかなと思います。このように印刷をしておいて、あ、大丈夫だなっていうのを今確認しました。
そうじゃないとちょっとシートが無駄になってしまうので、まずは普通紙に出してみてください。今から転写する木材こちらです。クリスマスツリーにいろいろ模様をつけて可愛くしたいと思います。今回転写に使うのがこのキャノンのプリンターですね。このプリンターは黒だけ顔料インク、他のカラーが染料インクなんですけれども、木材用のこのシートをやるのには問題ありませんので、このプリンターで印刷したいと思います。今ですね、パソコンからデータを送っていますっていう反転にだけ忘れないように、このようにできました。この商品に A3 サイズのこういう紙が入っていますので、これはパウダーをまぶすときに使います。置きますね。ホットメルトパウダーです。これも生地の時とここからはやり方一緒なんですけども、まぶし方にコツがありますね。はい、だいたい真ん中にこういう一本の線になるようなイメージでこう粉を落とします。で、両端の余白のところを持ってください。このように紙をこうクッとたゆませて、こう端までちゃんと絵の上全体にこう粉を行かせます。で、1回でも通過するとこのインクの水分に付着しますので、目で確認していただいて、ついたなっていう感じになったらくるっとこうひっくり返します。で、この時も絵を触らないように注意してください。持つところを残して印刷するといいですね。このようにこう結構強めの力で叩いてください。はい、こうしっかり落としてくださいね。これ、はい、この用紙自体は乾きにくい用紙になっているので、だいたいそうですね、印刷してから 1,2 時間以内ぐらいにこのパウダーをまぶす作業をしてもらえば、乾かないので大丈夫です。で、この下に落ちた余分な粉ですね、ではまた使えますので、でもまたこの袋に戻したり、例えばこういう容器に入れて繰り返しこう使っていただいてももちろん大丈夫です。で、ちょっと絵柄を、切っていきます。それぞれちょっとテイストを合わせて置いていきます。たくさん入れてみたって感じですね。ちょっとこれで一回仮押さえしてみます。アイロンを中温に温めたら、この今置いた木の上に置いた WPD シートをこう仮押さえします。少しこうアイロンを上からこう垂直に落として、圧力はこうそんなにいらないですね。こうクッとこれくらいの力で、はい、こうやって少し押さえることで動かなくなるので、はい、今度は薄いこういう布ですね、これを当て布で使います。これがあるとこう硬いものにしっかりこう圧力がかかってこう入りやすくなるので、当て布を置いてからこうしっかりと圧力をかけていきます。はい、こうグッグッと両腕を伸ばしてグッグッとこうアイロンの向きもこう変えながらやってください。だいたい1箇所5秒を4回ぐらい押さえるといいですね、目安として。しっかりこう体重をかけるっていうことですね。
っこのところ甘くなりやすいのでしっかり端までってください。ちょっとこれで置いておきます、はい、まだ熱いので冷まします。配置できました。先ほどと同じようにまずちょっと仮押さえで押さえます。よいしょ、内側もグッと、はい、こうしたら動く心配がなくなるのでこうしてから当て布をします。最初に当て布をしちゃうとこの布をかぶせた時にこう位置がずれてしまうので仮押さえしてから布をかぶせてまたしっかり圧力をかけていきます。しっかりこう手前の方だと圧がかかりやすいのでこうやって前の方に持ってきてしっかりこう押さえてください。実はですね、これ今転写したんですけど裏もありますのでちょっともう一枚、デザインを印刷して裏側にもやってみます。でこういうふうに表と裏をやる場合には表やってから剥がしてしまうよりも全部一度ですね転写をしてから最後に剥がすのがいいと思います。このデザインは、水彩画風のものをやってみます。はい、出ました。はい、このような感じですね。はい、で先ほどと同じようにまぶしていきます。はい、全く一緒ですね。はい、真ん中に落としてからこうたゆませて、はい、これで OK です。くるっと、あ、ちょっと出ちゃいました。はい、でしっかりやってます。はい、OK。 はい、で再利用するのでまた袋に戻します。さっきの、こっちの裏側に配置していきます。じゃあちょっと全部入りきりませんでしたがこんな感じで配置しました。じゃあさっきと同じように仮押さえをします。はい、じゃあ、先に作った方を剥がしていきます。きれいきれい、きれいにいけてますね。はい、おお、かわいい。あ、ちょっとごめんなさい、紙の上に乗っちゃってた。ちょっとこれは後から何か載せたいと思います。あ、ちょっと薄いかなと思ったらこういう時紙を戻してもう一回出ます。はい、でまた待ちます。出します。いいですね、きれいきれい。うん、お、
麗にできました。うん、おできました。こっち側いきます。うん、うん、大丈夫そうかな。ごめんなさいね、ちょっとまた髪が重なっちゃいましたね。はい、ちゃんと下にあった部分はいけてます。うんうん、綺麗だ。ごめんなさい、ちょっとここあれですけど、うん大丈夫。ごめんなさい、ちょっとここ失敗してしまったのでちょっと重ねてみます。はい、こっち側も先にやった方を剥がします。うん、かわいい、ちょっと薄い感じがかわいいですね。おー綺麗ですね、順調にできてます。あーかわいい、なんか薄すぎることなくいい感じで綺麗です。おーすごいかわいい。順調ですね。少しあったので押さえます。押さえるときはなるべくその部分だけをやるようにしてください。これを待ってる間にこっち側を剥がします。うん、おーかわいい、綺麗。うん、いいですね。うん、ちょっと薄いかな。じゃあちょっともう一回押さえます。ここは冷めてるので剥がします。うん、おーいいですね、めっちゃ細かいところもできてますね。じゃあさっき押さえた方を剥がします。あ大丈夫そうです。メリークリスマス出ました。ここは少し待ってから。はい、じゃあ裏行きます。よいしょ。はい。はい、これで完成と言いたいところなんですけども、こういうふうにプリントがこう途切れてしまった時の対処法をついでに紹介したいと思います。ちょっと失敗してしまったところだけのデザインを選んで、そこだけを今印刷しています。はい、印刷しました。少しだけですね、使うところだけちょっと切り取って、またこの A4 サイズはこうもちろんプリンターの幅に入るサイズなので次回使うとしていきます。はい、本当は一発で決まるといいんですけどダメだった時のために
こういう方法もあります。はい、ちょっと難しいんですけども、だいたいこう失敗してしまったところだけを切り取ってやってみます。そうですね、例えばこれだったらだいたいこういう感じですね。なるべくこの小さく切って重ねます。うん、あとはちょっと失敗じゃないんだけど、少し薄くなってしまったとか、さっきのように剥がし終わってしまってっていう時にも、このリカバリーしたいところがあれば、ちょっと頑張って小さいところでも完璧にされたい方は重ねてやりましょう。ちょっと端っこのところが取れてしまったところがあるので重ねます。ちょっと地道な作業になってしまいますね。はい、例えばちょっと線が切れたっていうのがあったのでこの線をなるべく重なるように置きました。はい、なくなっちゃったのでつけます。よいしょうまくいくかな。はい、であとちょっと付け加えちゃったりします。ついでなのでスペースがあるので雪だるまを追加。すでに転写した部分に触らないようにちょんと押さえます。はい、この先の部分を使って今押さえてます。じゃあこれで押さえます。冷めたようなので剥がしていきます。ちょっと裏技なので、うん、ちょっと二重になった感じもありますけど、やらないよりはいいかな。あ、でもちゃんと修復できました。よかった。ちょっとここが当てる前にずれた感じが少しあったんですけど、あ、でも見事に絵ができました。よかった。ここはちょっと付け加えたところで、あ、いいですね。うん、よかった。はい、あ、ここは、うん、問題なくですね。でちょっとこの細かいんですけど足がなかったので付けました。あら、ここはちょっとここは行ってないですね。ちょっと恐る恐るやりすぎて。でちょっと最後ここだけ押さえます。で完全に冷めてから布を剥がせば、他のところは基本的には大丈夫なので、ちょっと今回はぐーっとちょっと力を入れてやってみます。はい、冷めたようなので布をちょっと取ってから、大丈夫かな、雪だるまついてるでしょうか。あ、ちょっとまだですね。もし何回か押さえてもつかないときには裏技でちょっと追いパウダーをします。ちょっとこうパウダーですね、さっき紙に残ってたのがあったので綿棒にちょっと取りました。でもしかしたらちょっと粉が足りてないこともあるので、ちょんちょんちょんとこう絵のところに一回のせます。でこれでもう一回押さえます。はい、でもう一回待ちましょう。あ、大丈夫そう。
大丈夫そうです。はい、あ、できました。わかるかな、この糊がこう見えてますね、透明の。はい、ちょっと他にももしこういう透明のところが気になったら、セロテープでこうペタペタっとすると、わかるかな、この糊だけがこう被膜がつくので、気になるときはこうペタペタっとします。はい、そうすると綺麗に仕上がります。いいですね。他にもちょっと見てみて、気になるところがあったらテープで押さえてください。こう紙の跡がついたりするので、はい、ね、うん、綺麗にできました。はい、じゃあちょっと組み立てます。ツリーを完成させます。できました。木材をパウダープリントシートでクリスマスツリーに柄入れをしてみました。他にも工夫次第でいろんなものができますので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。